ナイフ型石器とは、後期旧石器時代に特徴的な石陣などの白片に発節剥離を加え、現在のナイフに似た形に仕上げた石器である。海外では先端の尖ったナイフ型石器を戦闘機に含んで扱うことが多いが、日本では両刃の槍先形戦闘機とは区別して、片刃の器をナイフ型石器と呼称する。 ナイフ型石器石人技法の普遍化と共に現れる石器であり、切り出し小刀のように、鋭い刃と先端を持つ、都市系のナイフ型石器とカッターナイフにも似た、節々型のナイフ型石器とがある。前者の一部には、槍先などの資料具もあったが、後者はそのほとんどは、加工具として使用された。毛皮や肉、樹皮などを切るために用いられ、魔性の刃よりも、 格段に鋭利であった。ナイフ型石器の一種である白片戦闘機は中国、ユルシア用、祖母砂湖、湘南海遺跡から発掘されている。また、朝鮮半島にかけて見られる。この石器群が主に生産活動に使用された時期をナイフ型石器文化機とも呼ばれ、3万年前頃から1.4万年前頃まで存続する。なお、 この文化期の終わり頃の1.5年前かやや遡る頃になると関東、中部地方を中心に槍先形戦闘機の石槍が現れた。ナイフ型石器を凌駕するようになった。ナイフ型石器は製作、使用された時期や地域、素材となった白片の性質、初節士白理が施された部位、あるいは全体の形の違いなどから、などの形式に区分される。なお、 北海道にも検出例が増えてきている。こうした地域差が AT 後輩以前に形成されていた証拠が各地で知られるようになってきた。また、旧石器時代の時期区分や文化の発展段階を検討する上で、槍先戦闘機や採石機と並んで重要な役割を果たしている。側面型が翼の形をした浴場白片という横長、白片をもとに、 その一辺を加工して仕上げている。石材、石器製作技術、婚姻、日常生活に必要な各種情報を共有、交換する、地域集団の広がりなど、ありがとうございます。